はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。メール党員様にご購読いただいてます有料メルマガ、くつざわ領事のデトックスジャパンはですね、発行元のマグマグさん、これメールマガジンの発行元としては最大手、なんですけれども、行政政治地域情報の部門の殿堂入りしてました。殿堂入りしてる10個ぐらいのに選ばれてました。びっくりした。メール党員の皆様、誠にありがとうございます。同じカテゴリーの同じく殿堂入りしたのにですね、河野太郎のごまめの歯ぎしりがありますけれども、こちらは気にしないでください。無料なんですけど、3万4000人ぐらいしか登録者いないみたいなんで、なんだ大したことねえななんてちょっと思ったりなんかしてね。現職の大臣ともあろうものが無料でメルマガ出して、そのぐらいかーってちょっと思いましてね。岸田総理を議長とする経済財政諮問会議で平均寿命も伸びてるし、70歳から高齢者にしようぜ、年齢を問わず働きたい人は働ける環境づくりを政府方針とする模様。まあそうするとですね、リタイアしたい人はまあリタイアしてですね、働きたい人は働けるようにしようか、そういう話でしょうかね。現在の高齢者の定義は65歳以上であります。65歳を迎えるとですね、やたら役所とかお店とかが優しくしてくれてですね、特典とかがシルバー割引とかいっぱいいっぱい、そのバスとかね、都営バスとかいっぱいいっぱいサービスが受けられるようなんて、かえって老ける気がするんだって。かえって老けちゃった気が、ああ俺はもう年寄りなんだなって、みんなから言われてるような気がして、かえって老けちゃうらしいですよ。高齢者は周囲が作ってるとも言えなくもないですけどね。年金もですね、現在60歳までの支払いを65歳まで払えて決まったし、ついにですね高齢者の定義見直しきたーって感じですけれどもね。岸田総理、誰もが活躍できるウェルビーイングの高い社会を実現しないといけない。また横文字使ってごまかそうとして、政治家が横文字使うときはなんかそれらしいこと言ってごまかしたろうというときですかね。中身ゼロのべきべき、こうすべき、ああすべき、スローガンほざいて逃げてますね。べきべき言ってりゃ自民党総裁になれるのか、レベル低い自民党。世論です。そのうち75歳からが高齢者ってなる。長生きになってるのは間違いない。希望しない人を無理やり働かせるようにはするなよな。一律に決めないで老化の個人差を考慮すべき。年金の破綻を回避するためか。確かに60歳でご老人っていうには無理があるな。そうっすね。60歳でご老人は今はないわな。皆さん若いから。後期高齢者も80歳からにシフトだな。これはこうなるかもしれないですね。今現在75歳で後期高齢者となってですね、健康保険負担料1割だけ2割だけ、ある程度資産がある人は2割になっただけ、年金支給も70歳になって支給前に死亡する人多数に、また変な横文字出てきた。岸田はなぜ横文字を使う。やっぱ横文字皆さん気になる。実は来年から65歳定年が義務化されます。高齢者は70歳からって言い出したのはそれに向けた布石でしょうね。今企業の約8割が60歳定年です。2割が65歳が定年だっていうふうに公言っていうか、公にしてますけれども、公務員は60歳定年継続してますけど、問題ある人じゃない限り再雇用されます。給料は少し減っちゃいます。長年の支援者である山根さん、去年からかな、今年からかな、再雇用になって、してみて60歳なられたんでしょうか、給料ちょっと減っちゃったみたいな話、されてましたね。高年齢者雇用安定法によりですね、来月4月からですね65歳定年義務化、すべての企業に
次の3つのうちいずれかの措置を取ることを義務付けされます。4月ですから、来年4月ですからすぐですね。低年年齢の撤廃、つまり定年自体をなくしていつまでも働けっていう、65歳定年を実施しろ、今2割だけど60歳から65歳の完全再雇用を実現しろ、つまり65歳までは使ってやれ、雇用してやれ、これ、この3つのいずれか、まあ一番きついのが上の定年年齢の撤廃かな。どれもこれも60歳定年を撲滅するものですね。来年から65歳定年が実現されたとして、次はすぐに70歳から高齢者だぞってなってですね、年金も70歳からしか支給しないぞってなるかどうかは不明なんですけどもね。昨年9月の時点で65歳以上の人口は3623万人、総人口に占める割合は 29.1% で過去最高です。65歳以上高齢者としちゃうとですね、10人に3人がご老人っていう状態になって、しまいます。1986年、それまで多くの企業はですね、55歳定年を採用してた状況でですね、60歳定年、にしろって努力義務が法制化されました。つまり来年からやられる65歳定年、努力義務法制化と同じような、当時の男性の寿命は75歳でした。1986年当時、55歳定年だったら人生の 73% 働く、4分の3ですか。60歳だったら 80% です。75歳で60歳は人生の 80% です。5分の4ですね。来年からですね、65歳定年にしろって努力義務法制化なんですけど、現在の男性の平均寿命は 81.05 歳、60歳定年だったら人生の 74%、65歳ならちょうど 80% になりますね。そういう時期なのかな、65歳定年にするっていう。平均寿命が伸びたんで、60歳定年から65歳定年に伸びてもですね、人生の8割っていう割合は変わりませんでした。1986年にやられた60歳定年義務化っていうの、人生の8割働いてね、2割休んでね、65歳から高齢者だぞっていうのを続けとですね、次の方々も高齢者になっちゃうんですよ。榊原郁恵、原田美恵子、京本政樹、そうなんだ、65歳、岩崎宏美、柴田理恵、樋口かな子などなどが65歳で、70歳から高齢者としようぜって、現在70歳の有名人はこんな方々がいらっしゃいます。松平健、石田純一、ルー大柴、三田村邦彦、関根勤、風祭り雪、ダンカン、辰巳拓郎、ジョン・カビラが70歳、わっけー。ではいつ70歳定年になるのか、次の団体に進むのか、言うんですけど、これはですね、男性 の寿命が87歳になった時ですよ。その時70歳がですね、人生の8割ってのになりますんで、男性の平均寿命は81歳、今81歳が87歳になった時は、その時は定年も70歳になるんだろうな。私の全く個人的な意見なんですけど、戦後生まれで、生まれた時から添加物食べて飽食してた我々は、戦前生まれで粗食に耐えた方が多数いらっしゃる今の高齢者さんたちのようには長生きできないんじゃないか長生きできないんじゃないか。81歳で中尾明さん亡くなっちゃいましたっけ。まあ大柄だっていうこともあるんでしょうけども、今後平均寿命はですね、緩やかに下がっていくんじゃないか。我々はそんなに生きられないね。今の90歳だ、95歳だ、100歳だっていう方々みたいに生きられないんじゃない。体に悪いものいっぱい食ってからさ、って勝手に思っております。私は自営業みたいなもんなんで、体が続く限りね、口が回る限りは、仕事続けたいな、いくつになっても言う方なんですけれども、早めにリタイアしたいな、いう方もいらっしゃるでしょう。リタイアできる状況だったらそれもまたよし、悠々自適っていうんですか、盆栽なんかないか。今の60歳とか65歳の方って盆栽いじるんですかね、それともそのぐらいの年だとそういうのいじりたくなるのかな。私もこの年になって、無性に家庭菜園とかやりたくなったし、そういうのあるのかな。政府がですね、
70歳からを高齢者としようぜって言い出したって話でありました。総務省有識者会議 NHK の国際放送に広告つけて少し稼ごうか議論開始。外国からも受信料取れよ、外国人は無料で国際放送を見てんの不公平だぞっていう考慮を考慮したのか、それとも単に金欠なのか、世論です。国外なら放送法関係ないってか、これ国内放送はですね、 NHK は広告つけちゃダメだぞ、どこの企業も宣伝しちゃダメだぞっていう国際法、広告、放送法で決まっておりますけれども、まあまあニュースと称して、サムスンだのファーウェイの新製品は紹介しちゃうんだね、紹介しちゃうんだね、ニュースと称して、誰も見てなそうだけど広告つくの、中国ロシア企業の広告つきそう、ありそう、海外から受信料取れないから広告つけんのか、国内でも CM 流せばよくね、国内放送にも広告を導入して自立しろ、海外からも受信料取れよと言ってるやつ黙らせたいだけじゃねえの、もともと民営化の下準備として NHK エンタープライズ作ったのにいつの間にか民営化は立ち消えになった、そういう経緯があるのか知らなかった。仮にこれが実現したとしてですね、NHK 国際放送にスポンサーつくんでしょうか。そんなね、見られてるんでしょうか。中国ロシア企業は大スポンサーになってよ、放送が支配されちゃうんじゃないかってちょっと思いましたけど、すでに NHK は中京の人だったから今とあんま変わんないですね。そういう風になっても、プサンの漁師は NHK の天気予報を見て漁に出るっていうのは有名な話であります。プサンあたりだと普通に NHK の通常放送、映るんだって、自国の天気予報はですね、1週間全部外れたって伝説あって全く信用できないんだって。で、漁師にとって天気は命に関わることだから、自国の天気予報庁なんか信用しねえで NHK の天気予報を見て、漁に出るっていうのは有名な話であります。プサンの漁師が大事な NHK が堅くなにスクランブルにしない一員となってます。スクランブルにしちゃうとプサンの漁師さん見れなくなっちゃうじゃんっていうことで、 NHK はスクランブルにしないという原因の一つとなっております。国際放送する費用は広告で賄えたってことになればですね、国内でもそうしろよって議論は必至ですね。テレビ持たない人がどんどん増えてくるんだから、ネット聴取して延命しようなんて悪ガキしてないで民営化考えておいた方がいいんじゃないの、思いますけどね。まあまあテレビ持たない人がどん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 増えてきますんで、NHK が何やらかそうが影響は小さくなっていくんですけどもね。小泉龍司法務大臣71歳、以前から省内では同性婚に関して意見交換や議論をしている、多くの国民が理解した上で同性婚が認められれば間違いなく幸せの量は増えると思う。誰の幸せの量だって話なんですけど、人民のが、戸籍が乱れて偽装結婚と財産に乗っ取りが増えて社会が混乱するだけで、当事者以外の大部分は幸せの量なんか増えないんじゃないの。こんなプロパガンダをわざわざ記事にするのは東京新聞かと思ったら東京新聞でした。世論です。憲法24条変えないと無理だぞ。これ結婚姻は両性の同意に基づくってやつかな。そしてますます少子化が加速、薄い本がはかどってよい。結婚が愛の証とか思ってるのがおかしい。同性婚してからたひれば全財産奪えるな。外国人が悪用するのが目に見えている。外国人の同性の人と結婚するビジネスができる。法務省はパヨのソックスだもんな。少子化だってのに何言ってんの。よく偉そうに幸せ語れたね。皆さん心配してらっしゃる日本国籍や永住資格、財産乗っ取り狙いで偽装結婚、まあ当然そうなるでしょうね。男性介護職員がよ、独身おじいちゃん見つけたらうまーくダマグラがして、名前書かしてですね、死後の財産奪うって事件が多発するんじゃないですかね。偽装結婚詐欺っていうか特定技能制度で介護業界にもどん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 外国人入ってくるしね。こういう人らにとってはですね、永住資格もゲットできて領得ですよね、偽装結婚。そうして社会を混乱させたい立憲や共産は手放しでもろ手で賛成してっけど、奴らの逆が正解ですかね、いつもね。この大臣71歳にもなって
結婚イコール幸せって考えてるのか、お花畑ここに極まれり、結婚制度はですね、生まれてくるであろう子供を保護するためのものであって、当人たちの幸せのためのもんじゃありません。法務大臣なのにそんなことも分かんない、絶望してしまいますね。結婚が子供のためのものならば、同性婚を法律と税金で保護する必要全くないですよね。法務省はですね、日本同性婚協会とか作っちゃって新たに天下りしたいだけであって、これを推進するって考えられるので要監視ですね。私は今後もパヨがもろ手で賛成する同性婚に大反対して、参ります。今日の単身です。東京都、客の難癖言いがかり、カスタマーハラスメント、カスハラを条例で禁止する方針、早ければ秋の都議会で条例制定を目指す模様であります。カスハラは何人もしてはならない、あらゆる職場や間柄で禁止する方針のようであります。正当なクレームが封じられると SNS なんかで文句言えない、高齢者さんたち困りますけれども、まあその店へ行かなきゃいいだけなんですけどね。役所や店で大声上げるおっさんじいさん対策にはいいんじゃないでしょうかね。罰則ないっていうのが抑止的にはいまいちですけどね。これ東京に限らず全国に波及しそうですね。何にしても大声上げて罵倒したり難癖言いがかりは許されませんよ。今ちょっとひどすぎますからね。6月から電気料金が上がることを受けて、目覚まし8であれやこれやの節約特集、出演者の社会学者って一体何する人の、古市憲寿さん、原発動かせば電気料安くなりますよと言ってしまう原発動かせば電気代下がるは誰でも知ってる単なる不都合な真実なんですけれども、うっかり生放送で間に合わなかったのかな、消すのな。中国共産党に睨まれてですね、古市さんテレビの仕事干されないといいですね。原発動かしてる関連は4割も上がるんだぞってここにもバカ湧いてましたけれども、4割上がっても2割上がる東電よりもまだ安いんだって、言っても一生分かんないけどさ。久石譲さん、私の曲を外国の営利コンサートが無断演奏している、断じて、許さない。声明発表、世界各地でってぼかしてますけど、韓国のことらしいんですよね。これ韓国の勝手にやっと演奏してたって。ほんの100年前まで約束って概念も単語もなかっただけはありますね。民度って100年200年では変わんないっすよ。日本政府はこういう時ぐらい張り切って韓国政府に抗議せえよ、猛抗議。あっちはですね、誰それが安くに行ったとか、教科書の内容気に入らねえとかで、しょっちゅう抗議してんだからさ、やり返せよ、こういう時ぐらいさ。やめさせろって言うのに、こんなやつは、金払えそうじゃなければ、韓国政府が立て替えて、で、猛抗議しろって話ですね。今日部屋の温度 27.5 度、ちょっとムシムシしますね。なんか春らしいのが、あっという間に過ぎちゃって、すぐにジガ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 、暑くなるんでしょうか。ちょっと暑いのも寒いのも苦手なんで私、それじゃただの虚弱体質じゃねえかって言われそうですけれども、チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。